はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日もビッグなお話を皆さんにお届けできること、とっても嬉しく思っています。皆さんはミュージックビデオをお作りになったときに、やはり歌詞なんかをうまく埋め込みたいですよね。いわゆる字幕というやつです。この頃、字幕を入れれる便利なソフトとしては、ブリューというようなソフトがあります。ただし、このブリューはですね、 音楽の音を聞いてその歌詞を日本語に直してくれたりというのは簡単にはできませんこれはブリューだけではなくて世界中にあるこの手のソフトは歌詞というのはそう簡単にはいかないんですねなぜかと言いましたら通常は世界の花が綺麗だねとかいうような歌詞があったとしてもですねそれは 曲という風になると、せー、貝の花とかいう風にですね、せーとこう伸ばしたりするわけですよね。こうなるとですね、コンピューターもしくは AI というのは、せー、これ何だということになります。貝のときたらですね、貝のってそれは何だ貝殻の貝なのか何かよくわからんと。これは全ての言語において、 なかなか歌の歌詞、これをですね、文字起こしするというのは至難の業なんですね。ただ、人間の脳というのは素晴らしくできていまして、小学生の子供が聞いてもですね、正解のって言えば、ちゃんと世界のというものじゃないかなと判断がつくんですね。これができないのが今の字幕の世界です。この世間にある ああるある話をですね、僕はちょっとこれどうにかできないかなと考えたわけです。それが今皆さんに見せておりますリリックスと SRT コンバータ。 考えたんですね。そしてこれはソフトというよりもなんかゲームのように楽しめるですね。日本で言えば太鼓の達人のようなそんなやり方でできる少し楽しみながらできるようなそんなソフトに仕上がりました。右の方にですね、使い方は書いてあります。どのようにするかこれから実践をやってみたいと思います。ソング読み込みということでファイルを読み込みます。 mp3 や wav ファイルそれらを読んでくださいそうしましたらここで再生ができますちょっとやってみましょうはいこういうような楽曲を流すことができるわけですねちょっと最初に戻しておきます はい。次は、今度は歌詞。これを読み込みます。まあ、ここに歌詞があります。この歌詞はどんな歌詞かと言いますと、ちょっとメモ帳で開いてみましょう。こんな風にいいところで開業しているものです。例えば、これは、こんな感じに開業しておいてもいいです。これをちょっと保存しておきましょう。この修正したものでやってみましょうね。そうしまして、これを開きます。このようにですね、 今、修正しましたから、ここ、一行目、分かれた形になってます。こうやってですね、ずっと全部がボタンのようになっているわけです。そして、これからやるべきところが緑色になっています。そして、ここで、まず、音が鳴って、ここからという時に、マウスをプレスします。そして、ずっと聞いてて、ドピュンピュンと言ったところで、離します。 これの繰り返しです。じゃあ実践的にやっていきましょう。押します。離す。押します。離す。

話す押す話すはいこのようになっていきますそしてですねこの最後の方になったらダミリリックスというふうになっています これね、10行プラスしてるんです。なぜかというと、このようにですね、先ほどから見ていただいたように、ここだけでできるようにですね、勝手に一つ一つこうやってスクロールしていってくれるんですね。こういう風になるんですが、最後の方になったらどうなりますここまでしかなかったら、だんだん下がっていくしかないですよね。そうならないように、ちょっとダミーで10行分ほどプラスしてるんです。 そしてこれを書き出した時はもちろんこれは消えてるんですこのようにできることが一つとこのソフトが自分で言うのもおかしいですが優秀なのはですね押し間違ったところってどうしても出てくるんですよねでもそれはやり直しができます例えばこの2行目の葉っぱがドピューンというのがありますよねここがちょっと押し間違ったなと思ったらですね もう一度先頭の方に戻って聞きながら、まあ一行目は飛ばしてですね、二行目をやれば、ちゃんと修正が効きます。ここは待ちます。はい。このようにですね、部分的にやり直しというのもできるようになっています。そして、さらにですね、 普通の歌詞の場合はジャストタイミングで入ればいいと思うんですけれどもカラオケってちょっと前に欲しいですよねいわゆる歌詞を知らない人が歌ってもらうためにはですね0.5秒ぐらいでしょうか早めに出る方がいいですよねここ先読みというところでその部分を早めに出すというのができます例えば0.5秒という時は 1000分の500秒ですので、ここで500というふうに入力します。こうしておくとですね、先頭ですね、例えばここで言えば、シュインというのが0.5秒早い目から出てですね、後ろは同じところ、いわゆる離したところは同じです。このようにしまして、ではエキスポートをやってみます。はい。 このようになりまして、自分の好きなところ、もしくはダウンロードホルダーに自動でダウンロードされる方もおられると思うんですけれども、僕の場合はこの場所を自分で自由にできるようにブラウザ設定をしていますので、ここでアウトプット4という風になっております。これで保存をします。はい。では、どんな風になったか見てみましょう。 メモ帳で開いてみます。これが字幕形式の正式なものです。最初に番号がありまして、スタート、そしてエンド、そして歌詞というふうに、こういうフォーマットで出すことを SRT 字幕形式と呼んでいます。この形式になるとですね、いろんな動画ソフトなんかでこれを読むことができます。じゃあ、これで 少しですね、先日からとっても人気のブリューでやってみたいと思います。はい、画面にブリューを出しました。全く新しいところからやりますので、まず歌の WAV ファイルをピュッとこう引っ張ってきます。はい、そうしまして新しいプロジェクトを作成します。歌詞はうまく認識はできないんですけれども、 音声分析をするしないがありますので、ここは音声分析しないというのを選んでおくのも早くできるコツです。で、確認をします。そして、えー、先ほど編集中のものがありましたので、保存しますかと聞いてきますが、今はいらないので保存しない。こうします。するとですね、こんな形の真っ黒のですね、分析もしていませんから、文字も何もない、いわゆる ワブファイルを読み込んだだけという風になります。ここで字幕という上のメニューから字幕ファイルを読み込むという風にします。ファイル添付。ここでですね、先ほど出しました最新のアウトプット4。これを開きます。そうしましてインポートします。はい。これでプロジェクトに反映しましたということで閉じてください。 そうしますとですね、こんな風になるんです。それでですね、ブリューはですね、隙間があったら、このように、ハテナマークだけの行もできますので、これはうまく編集をしていただいたらいいと思います。例えば、これとこれを結合するときは、ここでクリップ結合。このようにしますと、一つになります。それと同じように、どん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 一つにしていってもらえばいいわけです。 これも一つにします。前に合わせる方がいいと思いますので、これでクリップ結合します。今度は、これとこれ、結合。はい。結合はですね、コントロール E でもできますので、コントロール E。これで結合もしていけます。これ、これ、コントロール E。歌詞のないところはですね、上のものとこのように グリップ結合をどんどんしていただくといいと思います。まあ、こういう機能もですね、ブリューさんにもご相談をしてですね、これをもう少しうまくできるミュージックビデオ制作用のモードみたいなものを作っていただけたら嬉しいなというようなことを少し考えたりしております。はい。こっから後ろはですね、 もうなかったみたいですので、いわゆる最後のエンディングでちょっと長い空白があったんでしょうね。どっかで切ってもいいですしですね。一応は複数こうやって選択しおいて結合しておきます。はい。これでちょっと字幕だけを見て聞いていただきましょう。もう少しこう大きくしてね、皆さんが見やすいようにしておきます。これで先頭から 再生をしてみたいと思います。全体を聞くときはファンクションキーの5番もしくはスペースキーで聞くことができます。

これでは画像とかがないですのでですね、こういう時はまずここにフリービデオを入れたいと思います。はい。ちょっとこんな可愛いのをまず入れときましょう。ちょっとここはこのようにしておきます。えー、次はビュンビュンというやつですね。歌詞がある時はですね、ここで右クリックして AI の自動入力。これでちゃんと自動的にクリップが入ってくれます。 もちろん内容に沿ったこういう絵が出ます。今回のちょっと曲はですね、あまりビュンビュンとビュンビュンと言ってですね、歌詞に意味がないものも多いですので、まあビュンビュン走るって感じで AI は捉えたんでしょうね。今度は次やってみましょう。葉っぱヒラリンという風になっています、えー。テキストで画像生成とかいう風にしたらこのように出せますので、葉っぱというのが 欲しいででであれればですす。ね、ここで葉っぱと入れますはいそうしまして結果を見るとしたらですね葉っぱの画像を生成してくれますはいこんな感じですねじゃあこれ入れてみましょう画面いっぱいにしたい時はですねこういうふうにすればいいわけですまあこれで画像を入れていくことができるわけですこれですね この出来上がったところからもう一気に新規で作るようにですね、全部自動でブワーッと入れてくれたら楽ですよね。もちろん後から変えたいというのはあるんですけれども、それはそれでまた変えればいいことだと思うんですけれども、このようにすればミュージックビデオがすぐにできます。もちろんこれはブリューだけではありません。 普段は編集にブラックマジックのダヴィンチを使っていますけれどもダヴィンチリゾルブでも同じようにですね簡単に字幕が入りますちょっとやってみましょうはい新規のタイムラインにしましたまだ映像はありませんのでここに音声を入れてみましょうこういうことですね そして、字幕を入れましょう。字幕トラックを作ります。そうしまして、先ほどできましたアウトプット4。この字幕をですね、こちらの方に引っ張ってきます。この字幕ファイルをですね、はい、このように字幕入れたらいいわけです。はい、ビュンビュンの先頭が確かこの辺だったと思いますので、これで真っ黒な画面ですけれども、

このようにですねブリューだけでなくいろんな動画ソフトで字幕対応のものであればこのように編集ができるということですもちろん後からですね微妙にどのソフトでもこう長さをこうやって変えてみたりですねちょっと後ろやろうとかですねこういう編集は大抵のソフトではできると思いますのでここまでできたらあとは 微調整だけということになります。ぜひとも皆さん、このソフトですね、使ってみてください。村長スタジオでした。